ケトジェニックダイエットのメリットデメリット。メリットとしては短期的に体重を減らすのには効果があるんですけれども、デメリットがかなり大きいんですね。1つ目はリバウンドしやすい、2つ目は筋肉が減ってしまう、3つ目は精神的にきつい。また国際的な研究では炭水化物のエネルギー比が 50-55% の人たちが一番長生きで健康であるということが分かっています。ということはあまり糖質を制限しすぎるのは良くないということになります。ケトジェニックダイエットについてより詳しく知りたいという方は杉浦克己のリアルスポーツ栄養学をぜひご覧ください。